So yeah, there's no particular reason. There's no particular reason why Reiko Kusumoto's name would have to come up. So saying like, hey, we just have one request, just don't bring up her name is like, yeah, honestly, it probably wouldn't have. Like, that's completely reasonable. But now I'm like, okay, but why are you asking? 'Cause, like, it wouldn't need to. It could have, but it wouldn't have to. 新宿駅, 迷惑防止条例違反, 控訴審。 被告人は、 現職の警察官江原明弘。前回第一審での判決は懲役6ヶ月。でも今回弁護側は痴漢の事実を完全に否定し無罪を主張する。So the real question and problem here 被告人の痴漢行為を示すとする主な証拠は2つです。1つは池袋から新宿駅にかけての防犯カメラ映像。もう1つは 被告人の手から検出された被害者の下着の繊維。しかし弁護側は検察の揃えた全ての証拠に対して反論を用意しています。検察側はいかがですか？我々としては一審での審理に手落ちはなかったと考えます。以上です。では、まず一審で提出された 池袋および新宿駅構内の防犯映像をご覧いただきます。Alright, let's look at the security footage. 午前7時43分、池袋駅ホームでの映像です。サングラスにマスクをつけているのが被告人とされる人物です。この人物はこれから1時間以上もこの場に立ち続け、停車する電車を何本も見送っています。そして午前9時6分、本件被害者女性を見つけると、その後にぴったり続くようにして電車に乗り込みました。 駅ホームに立っていた人物と被害者女性が車両に乗り込んだ時の映像です。一審の時に何度も見た映像です。手短に心得ています。被害者の証言によると、被告人は池袋駅を発車した直後から不審に動き、やがてスカートの中に手を入れてきました。そして6分後、新宿駅に到着した時、勇気を振り絞った被害者女性から 逆にその手を掴まれます。ただし、今この映像に映っている痴漢は被告人本人ではなく替え玉の別人だった可能性があります。その目的は、当日朝に横浜で起きた殺人のアリバイ偽装でした。つまり本件の痴漢行為はそのための狂言であり、でっち上げです。一審の判決はその可能性に気づかないまま下されており、 十分な審理がなされていません。Alright, here we go! 憶測です。弁護人の発言を裏付ける証拠はどこにもありません。問題はそこです。ええ、確かに。替え玉の存在を示す決定的な証拠はありません。ですが、この可能性は検察の揃えた全ての証拠をもってしても崩せないんです。 どういうことかご説明いただけますか。電車内で痴漢を働いた犯人は間もなく新宿駅のホームで取り押さえられました。その様子は付近の通行人に撮影され、日本中に広く浸透したかと思います。被告人が現職の警察官であることでよりインパクトがあったのではないでしょうか。 I remember that guy. ホームで取り押さえられたのは間違いなく被告人です。駆けつけてきた。 That guy was actually a fairly significant player in the first game. すぐに手の微物検査も受けています。ただし、先ほど電車を飛び出していった痴漢とは別人である可能性を否定しきれません。そのことを示す証拠があります。
Two offenders dressed just like Ihara. What evidence shows they swapped places after one of them ran? I mean, is it just the gap? I'm gonna say it's this. But it doesn't, it just proves where they could have. It doesn't show that they did. But sure. Yeah, I mean, that's it. It's always the gap. And they always bring you to that answer in the wrong way. Like, this isn't proof. This is just showing the possibility of it happening. この矢印が点線になっている部分ではわずかに死角が存在していたんです。 替え玉と被告人はそこで入れ替わることができます。なるほど。その余地は十分にあった。ですから、この証拠に基づいて改めて被告人に質問させていただきたくと思います。 被告人、あなたは一審判決を受ける際、裁判長にこう言ったそうですね。3日前に横浜のハイビルから死体が出てきた。Oh, that's right! I forgot he legit said that in the trial! 男性であることまで言い当てた。警察も That's hard evidence that he had knowledge of a hidden body that no one else had. Why did no one ask about this? ねえ、江原敏郎君は4年前に自宅アパートで亡くなっています。自殺でした。 その後、被告人は敏郎君の自殺の責任をめぐって学校を訴えています。ええ。江原さん、学校を訴えた理由を教えていただけますか。息子がいじめにあっていたとの噂があったからです。しかし裁判所はその事実を確認できなかったとしました。いじめの噂というのはネット上のものでしょうか。そうですね。 その中にはいじめ加害者として三越柴さんの名前も上がっていました。被告人はそのことをご存知でしたか。では三越柴さんに殺意を持っていましたか。異議あり。弁護人の質問は本件は痴漢行為が中心にする場のはずです。また三越柴博が殺害された件は They are not. They are burying the shit out of that case. 弁護人いかがですか。三越柴さんが殺害された件は本件事件当時のアリバイに関わる重大な事実であり関連性を強く持っているものと考えます。わかりました。検察側の異議を棄却します。ではせめて手短に。 さっきの質問に答えていただけたら終わります。被告人は三越柴博に殺意を持っていましたか。もちろんです。裁判長、つまりこうです。被告人は。Yes, he deserved to die, and I hope they burn in hell. 三越柴さんが殺された日。 わざわざその時を狙い澄ましたように痴漢を働いたんです。結果的にそれが殺しのアリバイとなりました。しかも検察や法廷のお墨付きです。痴漢としてたかだか6ヶ月の実刑で殺人の罪を逃れられるなら、それは被告人にとって手の込んだでっち上げをする動機になります。そして実際に 自分の替え玉に痴漢をさせ、捕まる直前にすり替わってみせた。
その可能性があります。だったら弁護人はまずその証拠を出すべきでしょう。 We're getting to it. いえ、そうじゃないですよね。刑事事件の立証責任は検察側にあります。We totally do have it. 証拠を踏まえた上で、痴漢が無実である可能性を示した以上、検察はそれを叩き潰さなきゃならないはずです。なるほど。いいでしょう。先ほど弁護人の言っていた防犯カメラの死角は不完全です。なぜなら被告人が逃走している間、被害者女性はずっとすぐ後ろから。 Okay, so this is the part where we have to sit in court and be like, yeah, the victim was an accomplice. しかし被害者からそのような証言は出ていません。被害者女性も替え玉トリックの協力者です。本件痴漢行為における被害は虚偽の申告だったと考えます。異議あり。今のは被害者女性への侮辱です。 Okay, this is true. This is an insult to the victim. Such claims harm the integrity of all women. He's right. This does harm the integrity of women. Women who have actually like, who actually have been harassed or assaulted in some way and are not believed by courts. And it feels really scummy to have to do this. It sucks that this is the direction that this went. Even though it's kind of a side thing and it's part of a bigger thing and like she didn't really want to do it. But like, yeah, this sucks. This sucks. Also, that's not a real objection, though. Like, that's not like a legal objection. All right, how do I bring this up? Let me retract. She's an excellent liar. We've reason to. Prosecution lacks. So this is actually true. I think this is probably the right answer. Although we don't have hard proof of that. This is the more legally appropriate direction to go with it, because he didn't actually raise a legal objection. He was just like, objection, that's a terrible thing to say. So I'm gonna do this first. 重ねていますが、本件の被害者には被告人との共謀を疑う余地が大いにあります。検事といえば、人を疑うのが仕事とよく言われます。 It appears this was correct. 今日はやる気が出ませんか？私は大いに疑ってますよ。あなたの無神経さ加減。お人よしな検事。 Miles Edgeworth insult game on point. 被告人たちの計画はまんまとうまくいくところでした。その結果が一審の有罪判決です。 Yo! そして今の被告人は、The windmill dunk! 三越芝さん殺害の容疑者リストから外されています。それだけの理由で被害者女性を貶めるわけですか？弁護人も闇雲に被害者を疑っているわけじゃないはずです。何かその根拠があるのでは？ええ、根拠はあります。実は痴漢の替え玉トリックに協力していたのは彼女一人ではなかったんです。逃走する被告人を最初に転倒させた男性や取り押さえる瞬間をスマホで撮影していた通勤客、彼らと本件の被害者女性はみんな同じ高校の同じクラスに在籍していました。つまり大変不思議なことですが、一見無関係に見えた彼らはみんな I forgot that was a thing。 ならばそこに組織的かつ計画的な意図があったことは明白です。調べたところ、彼らは13年前に都内の黒川学園を卒業した同窓生でした。ところで、先日偉人町で殺害された教職員沢陽子さんも同じクラスを卒業しています。そして彼女は4年前に被告人の長男敏郎くんを教えていました。このことは黒川学園の卒業生たちの本件との密接な関係を示す事実と考えます。もちろんここでそれらを精査する気はありません。
我々は被告人が痴漢として取り押さえられた状況に多くの協力者たちがいた可能性を示したまでです。ただしその可能性がある限り弁護側は被告人の無罪を主張します。裁判長、発言よろしいでしょうか。 Oh boy。 何でしょう。私は殺人などしていません。起訴された通り電車内で被害者の体を触ったただの痴漢です。全ては弁護士たちの妄想ですよ。 Alright, that's what we expected him to say. I guess it's time! 被告人、ではなぜあなたは To introduce new evidence to the trial! 弁護士が始めたことです。私はそれを止めなかっただけにすぎません。弁護人、いかがです?被告人の言った通りです。ただ、おそらく被告人は記憶が混濁しているように思います。その記憶喚起のために、ある映像を見ていただきます。Okay, they've already said they won't. よろしいですか?ん?大型モニターには出さないでください。傍聴人に見せるには刺激が強すぎる。殺人の映像です。それは証拠として出せなかったんじゃ。あくまで記憶喚起のためという条件で、裁判長が許可をすればあなたに見せることは認められるんです。結構です。出どころ不明のネット動画だ。いいえ、この映像はカメラが直接記録した SD カードから再生されているんです。 OK。 書き切り型媒体といって、警察が証拠を撮影する際にも使用されます。つまりそこに記録されたものは信憑性の高いデータと言えます。 Alright, so is that permissible? 出てからこれを世に出すつもりだったはずだ。でも桑名はもうそれを待てる状況じゃない。だから俺にこれを託したんです。殺さないで頼むす。敏郎君の言葉、この先一生謝ります。償います。大したことしてないんですよ。自殺するなんて思わなかったんです。やめて、やめて、やめて、やめて。Yeah, it's still rough. Been a while since we saw it with the audio. この映像に映る白いレインコートの人物、これはあなたじゃありませんか？似てるかもしれませんね。あなたに殺害されているのは三越場博さんです。解剖結果によると、That would be a good... 10月7日。 That right there, the person you killed?This would be a really good time for the prosecution to object and be like, yeah, you can't just say that. But it's fine. We'll just continue. すると、その直後、7時43分に池袋駅の改札を通ったのはあなたではなく、替え玉だったと考えるのが自然です。弁護人としては、こうした映像がある以上、被告人の痴漢の事実に疑いを持っております。引き続き被告人に質問を続けさせていただいてもよろしいでしょうか。検察側、いかがですか。仮にいくら信憑性の高い映像でも、It kind of does! 殺人の事実は断定できません。そのことはあらかじめ申し上げておきます。検察が私の殺人の事実を否定している。これじゃどっちが私の弁護人かわかりませんね。You know what? That's fair. そもそも弁護人は替え玉替え玉と簡単に言いますが、じゃあその替え玉をした人物は Probably Taiwan. 何者ですか？駅の防犯映像に映る被告人は Alternatively, right outside right now. 3D プリンターでマスクを作ったと考えられます。Oh God, I forgot about this part.池袋駅や電車内で
被告人とされる人物は一切口を動かしていません。 I forgot about the 3D printed flesh mask. The dumbest part of this case. そうした話を聞き取っています。では彼らを呼んでその証言をしてもらわないと。その必要はありません。被告人が全部承知しているはずですから。私は何も知りません。知らないそうですよ、弁護人。どうしますか。被告人は痴漢をした、殺人はしていないという。殺人動画は確かによくできているが、他に弁護人の主張を裏付けるものは何もない。裁判長、次回本件被害者女性。They're just waiting on him to admit to it.Because he looks at the. 被告人と被害者は共に痴漢の事実を認めてるんです。They're gonna be like, yeah, this ain't working. 双方が主張する事実関係に齟齬はありません。この状況で被害者の尋問を申請するのは全然。And he's gonna be like, I feel bad. 痴漢の犯行が。I saw the footage of me doing that, and it made me feel. It made me feel sad inside, so I need to come clean about it. さらなる精神的苦痛を強いるには不十分です。被害者女性の尋問申請については改めて Ravi! Hello! 弁護人Hello! How's it going? Welcome in! We're at the end of this game with lots of spoilers, but you know what? There's... We're so far along in this, we're like, you probably won't even know what's being spoiled.Basically, TLDR, welcome in everybody. We are currently trying to defend a... We're currently trying to defend our client who was convicted of sexual battery, train groping. Supposedly, he groped a woman on a train. And he went to court for that and they found him guilty and we are currently appealing the case.And we are trying to get that sentence overturned because it turns out that he did not actually grope a woman on a train. Someone else pretending to be him pretended to grope a woman on a train and then switched places with him later so that he could be in another city at the same time as the incident murdering someone.So, TLDR, we, the defense, are attempting to overturn the sexual assault charge to clear the way for a murder charge, which is a weird thing for the defense to do, but it's where we're at. 私の判断は今言った通りです。裁判長、先ほどの被告人。We have more questions.今少し質問したいことがあります。わかりました。続けてください。何でしょうか。Can't let him keep playing dumb. There's got to be something I could do. It is extremely complicated to prove. It's actually kind of brilliant because I don't want to get too deep into the weeds, but basically, this guy's whole motive for doing this.In addition to murdering the guy who bullied his son to suicide, like getting revenge for that, he is also trying to show up and embarrass the entire Japanese legal system. So what he did is he waited until the court case went through and he was convicted of sexual battery and then released...A video that literally shows him slitting a dude's throat while he's tied to a chair executioner style. And it went all over the internet. And it's literally like the hardest possible proof that he killed this guy. But it's like, oh yeah, but he was killed at the same time that he did this other thing. So that can't have been him. So the end game is literally...Go to jail for 6 months on a train groping charge, get away with murder. Then, after you get out of jail, release even more evidence that you did the murder,
And they won't be able to do anything about it because if you are guilty of this thing in this place, you cannot also be guilty of this thing in this place. So at points in this game, he has literally had like the prosecution and the police covering up evidence of his murder because they already convicted him on the other charge. And it's Japan and their legal system's weird. So it's like overturning a charge is a huge public humiliation. So they would just rather cover it up and make it go away than actually get to the truth of the matter. So that's the game. And we are now in the appeals case where we're trying to like... Now... If this is a real courtroom, you can't ask a leading question like that and expect it to go anywhere. These are both vague and lead nowhere. This, he can just say no. I think we have to try to get his emotions stirred up. So I'm going with this. Mikoshiba Hiro を殺害した犯人。あなたはそれを誰だと思いますか？私は警視庁の巡査です。神奈川で起きた事件は、oh, also, 管轄外のもので。遺体は指を折られ、犯人の強い怨恨と殺意が感じられます。ではまず、被害者に恨みを抱いている関係者を当たるのが捜査のセオリーです。Uh-huh. 私に言えるのは、せいぜいそれくらいですね。And who... あなたは Who might have harbored a grudge against him, sir? Sounds like it's you. 有力な容疑者の一人ですね。裁判長、不毛なやり取りです。弁護人は今日ずっと本件から脱線し続けています。I think that's the direction we're going, Goder. Okay, that wasn't it.Do you still have pride as a police officer? I don't think he does. Let's just dive in. あなたは桑名仁を知ってますね。偉人町で。But this gets shut down immediately if the dude's like, nah. 知りません。Yeah, and 10月7日、桑名はあなたの姿に。Yeah, but this isn't gonna go anywhere because he's just gonna be like, nah, I don't know what you're talking about. And then that's the end of that. 彼がこれまで何度も話に出てきた痴漢の替え玉その人です。裁判長、今の発言を裏付けることも提出されていません。桑名という名前の載った文書その他、検察は一切知らされていない。その桑名は被告人に三越場さん殺害を焚き付けた人物でもあります。Yeah, but you still haven't...Yeah. No, this is a proper objection. You can't just bring random shit out of nowhere. これ以上は控えてください。All right. ですが、被告人の動機を説明するには、桑名の存在が不可欠です。彼がいなければ、江原さんは三越場を殺しておらず、この法廷にいることもなかったはずです。Is he cracking? 違いますか? Is he cracking? 私は桑名という人を知りません。いえ、あなたは彼のことを知ってますよ。Like, 桑名があなたの We are a half step from being held in contempt. This is ridiculous. 思い出していただきます。I guess that was the right answer. Improve their connection by pointing to the motive. Oh, yeah. Oh, shit, I forgot we had this, actually. Yeah. There's a lot of threads to this. I can't recap all of them, but, like, this court case is kind of doing a good job of it. Hold up! Wait a second! Nope, not at all, Nub. You're right on time.Did my man just... We can prove they're connected by pointing to the motive. Like,
by pointing to the motive to murder of Mikishiba. And then he pulls out his phone and says, here it is. And it's like, here what is? That was a thought. That was in your head. You thought that to yourself. And then you answered it out loud. And also, you said, here it is. And then showed me a picture of an audio file. So, go off, son. Well, hi there. That's a lot of flashing. そこへ桑名がこの音声データを持ってきたんじゃありませんでしたか？ん？じゃあそれはまさか。Oh? I literally forgot we had this. 顔を晴らしながら屋上に逃げ込んできたんです。後からすぐ、みこしばという生徒が探しに来ました。あの時、とじろうくんの怯えてた顔が頭から離れません。4年前、敏郎君を教えていた沢陽子先生の声です。これを録音し、被告人に聞かせたのが桑名です。すべて打ち明けてくれました。からかわれて。We really can't. You can't just bring an unreviewed recording on your phone in as evidence.被告人はこの音声を聞かされたことで自分の息子が三越馬さんに追い詰められ自殺したと考えた。そして三越馬さん殺害に引き込まれていったんです。どうですか？Once again, he is innocent of sexual assault because he's guilty of murder. なるほど。では、これまでじゃないですか、弁護人。いい加減、Yeah, this prosecutor is... 私はさっきの音声 This prosecutor is incompetent. ですが、考えてみれば、出所不明の怪しげなものだったかもしれませんね。何？映像だって。自在に捏造できるご時世です。Ah, yes. We have covered deepfakes in this game. どういうつもりだ？声の主である沢先生は先日、何者かに殺害されてしまいました。録音した桑名もまた、姿を消して以来消息不明です。もはや、この音声の内容が真実かどうか、裏付けてくれる証人はいません。Then why are we playing it in the courtroom? Even if Ehara comes out and says, yeah, it's real, everyone would be like, what is this? You can't just play recordings. You need to get so much approval for that. 私の思い違い、You don't get to just play stuff. あなたはこの音声データの内容をご存知なかったですか？ You will get tackled by a bailiff! 桑名から聞かされたのでは？知りません。聞いたこともないし、私には関係がない。そうですか。ところで、この音声データはおそらく私以外には桑名しか持っていません。I mean, this is no longer a trial. This is grandstanding. データは今、私が手にしているこれだけです。バックアップも取ってません。何が言いたい？今ここで役に立たないなら、このデータはこの先も必要ない。あなたにも関係がないということですし、ならもういっそここで消してしまっても構いませんね。なんで？バカな。ダメだ。お。なぜ消してはダメなんですか？それは三越馬が裁かれるべき人間だった証拠だ。みんなが敏郎の受けた仕打ちをなかったことにしようとした、そのたった一つの証拠だ。We really are going a few good men with this. 敏郎の自殺に直接的な原因はわからないと。
結局誰一人責任を取らず、誰も罰せられず、息子だけがバカを見た。ええ。And here's the problem. He is guilty of murder. そうでしたね。But あんたらはなんて無能なんだ。He's also really sympathetic. 正義だとすまし顔で、結局真実には届かない。そして、俺なんかのアリバイ偽装に。Oh, okay, we're in there. たかが痴漢と軽く見て。We're into full confession mode. お前らがそんなんだから、敏郎が命を捨ててまであげた声を拾えず、みこしばを野放しにした。人殺しを裁けなくて何が法だ。だから俺がみこしばを殺すしかなかったんだ。 Well, I'm out of hereShit's about to get real! We gotta go! Those are all the courtroom reporters like, holy shit! Print this now! I can't believe everyone let this happen. Holy shit! その言葉だけでは信用できません。本当に御子柴さんを殺害したというなら、あの殺人動画以外に物証はないのですか？本当はそれを無所出てからこれ見よがしに出すつもりでいたんで。Okay. その方が引き立つでしょ。Other than the murder footage, I know, right? It's so absurd. What is it? 妻の住んでるアパートに息子の仏壇があります。Yo! 御子柴を殺害したナイフが収められている。奴の血がついたまま。That's some get cursed shit! 僕、手を合わせましたよ。じゃあ、手柄を上げ損ねたな。わかりました。Yeah, how dare you not, like, defile the dead kid's altar to find a murder weapon? 弁護人、まだ何かありますか? No, I think we got it! どんな理由があっても、個人的な復讐は許されるものではありません。ただ、この江原さんの動機は法への不信感です。万人に公平なはずの法は敏郎君へのいじめを証明できず、その I mean, especially if you don't know it's there. 責任も負わせられなかった。 They were there to ask the 法もそれを扱う人間も They were there to ask questions to his wife. そこに They were gonna start rifling through his stuff. 人たちがいることを本件は浮き彫りにしたと考えます。異例ではありますが、本法廷は御子柴さん殺害の凶器発見まで休廷。続きは日を改めたいと考えます。検察、弁護人、いかがでしょう？了解しました。弁護側、異存はありません。Did we just get a Robert Redford nod from the judge? It really feels like we did. 神奈川県警が江原の妻の家でナイフを押収したそうだ。たかが痴漢と侮って恥をかかされたよ。それは私も同じです。I mean, it was a really good setup, though.探偵のことも侮っていた。何より私は思い上がっていた。You sure were. 真実の追求より、法の権威や組織の信頼が上であっていいわけがない。そのことを改めて学ばせてもらった。感謝する。いえ。No problem. We'll blow you up in the next one if we get one. 源田先生。鷹野賢治は駆け出しの頃からずっと頑固者だ。一度言い出したら
自分の上司にだろうが噛みついてやり遂げる。We sure did, but there's still gonna be a building full of grunts to fight to finish this thing out. やっぱり苦手ですよ。源田法律事務所は。Well, we did it. 二人ともよくやったな。We didn't bring up Reiko Kusumoto's name. Like we were asked.Unless that's who that is. Or is that, was that just, no, that's someone, what's happening? What's happening? Oh, she's here! And Bando! Okay, what now? What is this? Bando? じゃあ、あいつが怖んの。ええ。華麗なものでしたね、八神先生。さすが桑名に見込まれただけのことはある。何しに来た?八神先生とだけお話ししたい。Of course you would. 俺たちお邪魔か? It's... 余計な情報を知れば、I was gonna say, it's honestly probably better if you don't know. それでも構わない。You should probably actually just go. Like, that's not meant to be insulting. There's just like... This is the part where the fights start.And you guys aren't the fighters. I'm the fighter. You don't need to get up in all this Blackwater, like, CIA bullshit. Yeah, you stare him down. もう一月くらい前か。楠本さんに桑名から手紙が届いたんだ。手紙じゃ逆探知はできないからな。I hate this guy. 手紙にはなんて。I hate him. 相馬から聞いてるだろう。桑名は河合信也の死体を隠してる。That's still bullshit. I'm not gonna pause again to talk about why that's bullshit, but it's bullshit. そんなものが明るみになれば、厚労省はまた大事になる。我々としては河合の死体を回収し、燃やすなり、溶かすなり、速やかに処理してしまいたいんだ。This is a different murder, by the way. We actually have a series of murders. もともと密漏をいじめた連中を操るために保存していたもの。でも先生は今それを私の弱みとして握ってるんです。そんな話をなんで俺に。先生からの手紙に書いてあったんです。江原さんの裁判が終わったら、uh-huh. あなたと話せるようにしてほしいと。私の電話を通じて。 OK。 OK。 桑名から。Do we have to fight him again? I don't know if you want to be on speaker, dude. There's other people here that you don't want to talk to. Well, here we go. I would not say smoothly, but fine.望んだ通り法に意志報いることができたはずだ。お前のおかげで。桑名、公安があんたの位置を逆探知してるはずだ。今何か対策してるか。いや、持ってるスマホから直接電話してる。でもいいな。どうせいつまでも逃げ切れるもんじゃない。何考えてる。捕まったら殺されるぞ。だからそうならないように交渉してるんだ。OK。楠本さん。はい。正直なところ、あなたに裏切られるとは思ってませんでした。でも、ミツル君が目を覚ましたんですね。だとしたら、河合を殺害した過去は、Yes, that's correct. あなただけの破滅にとどまらない。すべてが明るみに出れば、ミツル君を人殺しの子にしてしまう。Yes, that's accurate. それだけは避けなければならないんです。ええ。そうです。あなたはそれでいいんです。この先もずっとそうしてください。あなた方親子はすでに地獄を味わった。ミツル君を守りたいのは私も同じです。河合の死体はどこ?この電話を逆探知すればわかります。
That's weird, buddy. That's weird. 居所が分かりました。すぐ相馬を向かわせます。クアナ、今どこだ？異人町だよ。あの町から一歩外に出れば、俺は無力だからな。You keep saying that you're gonna leave, though. クアナ！カワイの死体とクアナが片付いたら、次は俺でしょうね。坂東のさじ加減次第でもう何人か知りすぎた人間が口を塞がれるかも。Yeah, that does seem like the thing, doesn't it? 沢先生がそうだったように。あなたが選んだのはそういう道です。沢先生のことは、ミツル君にどう伝えるつもりですか？私のやったことじゃありません。沢さんが巻き込まれるなんて予想できたはずがない。でもこの先、クアナに起きることは予想できるんじゃありませんか。俺はむざむざあいつを死なせたりはしません。だから。That's great and all. 異人町に向かい。Let's not forget we are talking about a serial murderer. あなたを殺させたりなんかしません。だからもう余計な首を突っ込まないで。Vigilante style, but still.Like, he's trying to kill people who are bad, but he's still killing people. つくも、クアナは今も異人町だ。相馬が RK を引き連れて、あいつのとこに向かう。それは確かですか？何か動きがあるはずだ。場所を絞っといてくれ。俺もすぐ異人町に向かう。Okay.We got more to do. The intellectual part is over. The physical part is next. And speaking of the physical part, I really gotta use the bathroom again, so I'll be right back.